This is a painting entitled The Entombment, said to have been painted by Michelangelo Bernotti. I reckon that Maria Bethany, the wife of Jesus, is on the far right of this painting. Yes, she is. Evidence of that, nearly 100 years later,is a painting entitled The Arcadian Pastors, which is said to have been painted by Nicola Poussin. These two pictures have something unbelievable in common. One of them is a large sarcophagus. Though the size is different, the shape of each is exactly the same. The same goes for the figures surrounding the sarcophagus. The mountain in the background are also the same. And that mountain is Mount Bigorache in the southern France. Again, in the southern France. Mount Bigorache is a mountain. I, Hiroshi Hayashi, have proven to be a mountain where Jesus was buried.Nicola Poussin is a French painter, so it wouldn't be strange if he knew about that mountain. However, Michelangelo Bernotti is a painter in Italy who never knew about it.これはミケランジェロ・バノルティが描いたと言われている埋葬と題された絵画です。この絵の右端にいるのがイエスの妻のベタニアのマリアなのでしょうか。そうです、この女性はイエスの妻のベタニアのマリアです。その証拠がそれからほぼ100年後にニコラ・プスタンが描いたと言われているアルカディアの牧人たちと題された絵画です。この2枚の絵の中にはありえない共通点があります。その一つが大きな石棺です。大きさは違いますが、その形は全く同じです。その石棺を取り囲む人物も同じです。背景の山も同じです。しかもその山というのは、私がイエスが葬られたと判断している南フランスにあるビュガラシュザンです。ニコラ・プスタンはフランス人の画家ですから、その山を知っていたとしても何もおかしくありませんが、ミケランジェロ・バノティはそうではありません。ミケランジェロ・バノティが絶対に知る由もなかった山です。広瀬林浜祭りジャパン April the 8th 2023. So, in order to know who the person on the far right of the entombment drawn by Michelangelo Bernotti is, it is necessary to know who the woman on the far right drawn by Nicolas Poussin is. However, I have confirmed that the woman in the Arcadian Pastors is Maria of Bethany. It's a bit complicated, but to conclude, if we consider the woman painted by Nicolas Poussin to be Maria of Bethany, then the woman painted by Michelangelo Bernotti in the Entombment also is Maria of Bethany. Please compare these two pictures carefully. The picture composition is exactly the same. There is a sarcophagus and there is the woman. In other words, the woman on the far right of Michelangelo's The Entombment is Maria of Bethany.で、ミケランジェロ・バルノティが描いた埋葬
と題された絵の右端にいる人物が誰であるかを知るためには、その前提としてニコラ・プスさんの描いた右端の女性が誰であるかを知らなければなりませんが、その女性はベタニアのマリアであると私は判断しています。それについては少し複雑な話になりますが、結論を先に言えば、ニコラ・プスさんが描いた女性がベタニアのマリアであると考えるなら、ミケランジョ・ブラノティが描いた、つまり埋葬の絵の中に描かれている右端の女性もベタニアのマリアということになります。これら2枚の絵を注意深く比較してみてください。絵の構成が全く同じです。そこに石棺があり、そしてそこに一人の女性が立っています。つまりミケランジェロ・ブラノッチの描いた埋葬の絵の右端に描かれている女性は、つまりはベタニアのマリアということになります。この部分が重要ですから、もう一度画面を見ながら説明します。上がミケランジェロ・ブラノティが描いた埋葬と題された絵の一部です。下がニコラ・プスさんが描いたアルカディアの牧人たちの絵ということになります。この両者を比べて最も注意していただきたいことはですね、この両者の中にはですね、大きな石棺が描かれているということです。その石棺が全く同じであるのみならずですね、その石棺に、まあ、人物が描かれてますけれども、上は2人、下は3人描かれてますけれども、1人は石棺の影になっていると考えるとですね、2人2人で同じだということです。今少し言い遅れましたけれども、この白い山に注意してください。この白い山に、まあ、全く同じということですね。ミケランジェロの埋葬の絵の方はですね、その山の左側にウサギの頭が描かれています。目がちゃんと描かれています。つまりイナナマリアの、まあ、象徴的な動物ということになります。それはともかくとして、山が全く同じだということですね。で、この山がどこの山であるかを調べたらですね、つまりは南フランスのビュガラシュザンであることが分かりました。つまり私、林博士がですね、この絵をもとにしてイエスが埋葬された山と判断した山です。まあ、イエスはですね、殺されて大きな石棺に入れられ、そのビガラシさんのどこかに埋葬されたということになるわけです。で、フランス人の画家のニコラ・プスさんがその山のことを知っていたとも、これは不思議じゃないんですけども、ミケランジェロがどうしてその山のことを知っていたかということになるとですね、まさにありえない、まあ、山ということになるわけです。で、もう一度この石棺を比べていただきたいんですけども、全く同じ構図であるということですね。形も同じです。大きさの表現の仕方も同じだということですね。で、その前にですね、まあ、アルカディアの牧人たちの絵の中にはですね、牧人たちが描かれています。そして左の、ミケランジェロの石棺のその周囲にはですね、ちょうど同じポーズで2人の人物が描かれているということです。ということは、ニコラ・プスさんがですね、ミケランジェロのその埋葬の絵を知っていて、まあ、それをまあ大きく拡大して描いたとも考えられますけども、当時、今から500年前ですからね、今のような、つまりは情報伝達機関
って言いますか、方法がなかった時代のことを考えてください。なおかつ、この埋葬という絵はですね、とても、まあ、出どころの怪しい、不思議な謎めいた絵であることも忘れてはなりません。ともかくも今、マルチで囲んだところにですね、人物が表現されています。まあ、このような形で同じだということですね。そして、繰り返しになりますけれども、右のその石棺の向こうに見える山はですね、現実の、まあ、いわゆるマウント・ビガラシ山と一緒であるということで、極めて言ってますか、全く同じだということですね。つまり、レヌル斜塔から11.5キロ離れたところにある、あのビガラシ山だということになります。そのレヌル斜塔についての謎はですね、別のところで説明しましたので、また興味のある方はどうかご覧になってください。ともかくもですね、このような形で、二人の画家がですね、時空を超えて全く同じ絵を描いた。そしてですね、ここが重要なんですけども、その絵の中には、同じように二人の、見てますか、それぞれの絵の中にですね、一人の女性が描かれているということです。で、私は右のニコラ・プスさんの描いた、この絵の中に表現されている、まあ、妊娠中期の女性と判断してますけども、この女性はですね、イエスの妻のベタニアのマリアであると判断しています。つまり、ベタニアのマリアはですね、この時、イエスの子を宿っていたということになります。つまり、ニコラ・プスさんの絵の中に描かれている右側の人物がですね、ベタニアのマリアであるとするならばですね、全くそれと同じ構図で描かれている左のですね、ミケランジョ・ブロミティに描いた埋葬の中の右端にいる人物も、やはりベタニアのマリアということになるのでしょうか。そしてそのベタニアのマリアはですね、顔にあざ、顔があざだらけだということです。そしてその中央にはですね、虐待を受けて殺されたシャマーシュ、イエス、つまりベタニアのマリアの夫が表現されているということです。こうした事実をつなげていくとですね、つまりは埋葬の右端に立って顔を背けているのがベタニアのマリアです。しかもそのベタニアのマリアがですね、逃げていかないようにということで、まあ、マリアですね、聖母マリア、マドンナですね、マドンナがですね、そのベタニアのマリアの手をギュッと掴んで逃げないようにしている様子も、その絵の中に、まあ、描かれているという点にも注意してください。埋葬の右足に描かれている人物は、ベタニアのマリアということになります。This woman is the woman on the far right of the picture entitled The Entombment.Which is said to have been painted by Michelangelo Bernotti. This woman is clearly being abused. Please have a look at this woman carefully. Her nose is broken and the skin around her eyes is swollen. Then you might wonder who this woman is, but I think she is Maria Bethany.She is the wife of Shamash Jesus. In the picture entitled The Entombment, Shamash Jesus is depicted as being killed by Inanna Maria and others. So, even if you think that Shamash Jesus' wife was also being abused by Inanna Maria and others, nothing may be not wrong.This woman is Maria Bethany. She is not considered to be other woman than Maria Bethany. Yes, she is Maria Bethany. I think that's why the woman looks so sad looking away from Shamash Jesus.この女性はミケランジェロ・バラヌーティが描いたと言われている埋葬と題された絵のその右端に描かれている女性です。この女性は明らかに虐待を受けています。鼻は砕け、目の周辺は腫れ上がっています。で、この女性が誰であるかについてですが、私はベタニアのマリアであると判断しています。つまりシャマーシュイエスの妻
ということになります。埋葬と題された絵の中ではシャマーシュイエスが異難なマリアたちに殺された様子が表現されています。だからそのシャマーシュイエスの妻もまた異難なマリアたちによって虐待を受けていたと考えても何も間違っていないということになるのではないでしょうか。この女性はベタニアのマリアです。また他の女性であるとは考えられません。ベタニアのマリアです。その女性は悲しげな表情でシャマーシュイエスからは目をそらしています。それはそういう理由によるものであると私は考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。Five people are depicted in the painting of the Entombment, which is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti. In the center, dying Shama Jesus is drawn, but on the far right, I, Hiroshi Hayashi, judge that the lady there is Shama Jesus' wife, Maria Bethany, sadly her face looking away fromShamash Jesus. However, there are obvious traces of abuse around her eyes, on her cheeks, and on her face in Maria of Bethany. Look carefully at the lady. But why is there any evidence of such abuse on the face of Maria of Bethany? Beyond those traces isDarkest history hidden in Roman Catholicism or Mariaism. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵の中には5人の人物が描かれています。中央に瀕死のシャマーシュ・ジーザスが描かれていますが、その右端で悲しげに目をそらしているのが私林博士は、そのシャマーシュ・ジーザスの妻のベタニアのマリアと判断していますが、そのベタニアのマリアの目の周辺、頬、顔には明らかに虐待を受けたと思われる痕跡が残っています。注意深くその女性をご覧になってくださいが、なぜそのベタニアのマリアの顔にはこのような虐待を受けた痕跡が残っているのでしょうか。その痕跡の向こうにはローマンカトリック、つまりマリア教に隠された暗黒の歴史が隠されていました。広志林、浜松シティ、ジャパン。According to the collation of other documents, Michelangelo's painting entitled The Entombment is supposed to be Michelangelo's work drawn in 1501.
But no one knows if it's really a Michelangelo's work. In other words, the entombment is supposed to be a painting in full mysteries. By whom and when was the entombment drawn? It seemed to have a long and complicated story in it, but only one thing is clear, that a very important message of God was hidden in its painting. Michelangelo Net official website writes about the entombment as follows. The entombment, which is displayed in London National Gallery, is now widely attributed to the master of the Italian Renaissance, Michelangelo Buonarroti. This unfinished painting is thought to be the altarpiece that was commissioned from Michelangelo for the Church of Sant'Agostino in Rome around 1501. However, it was never delivered, and Michelangelo returned the payments he had received. Perhaps because the entombment is unfinished, there is no surviving reference to the painting by any of Michelangelo's contemporaries. Michelangelo が描いたとされる埋葬と題された絵について、他の文献の称号からミケランジェロの埋葬と題された絵画は一応1501年に描かれた作品ということになっていますが、それがミケランジェロの作品かどうか本当のところ誰も知りません。1640年代になって初めてそれがミケランジェロの作品として公式に認定されました。つまり埋葬は謎に満ちた絵画ということになっています。誰によっていつ埋葬は描かれたのか、それを話せば長くて複雑な話になりますが、それはともかくもこの絵画の中には神から人間に与えられた重要なメッセージが隠されていたことだけは事実です。広島やし、浜松シティ、ジャパン。
is a statue of Pietà sculpted by Michelangelo Buonarroti. So, have you ever thought like this way about these things, about the Pietà? Why is a woman in the Pietà sculpted by Michelangelo Buonarroti wearing a mourning dress? Then you might say that it's quite natural because Mother Mary is mourning the death of her son Jesus. In mourning the death of her son Jesus, Mother Mary is wearing a mourning dress. Okay, then I will ask you again. This is also a sculpture named the Virgin and Child, sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is generally said that a boy standing in front of the woman is baby Jesus. But then, why is Mother Mary in this Virgin and Child wearing the same mourning dress? Moreover, Mother Mary in the statue of Pietà and Mother Mary in the statue of the Virgin and Child have the same face. Both are young and beautiful. Why? So, I, Hiroshi Hayashi, have come to a conclusion. The woman in the statue of Pietà is Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus. Embraced in her chest is Shamash Jesus, who was murdered before being crucified. The woman in the Virgin and Child is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. And standing in front of her is her son Judah, who was born between Shamash Jesus and Maria of Bethany after the death of Shamash Jesus. However, one mystery still remains. The stigmata, though they are very small, are represented on his hand and foot of Shamash Jesus in the statue of Pietà. Why? Shamash Jesus was murdered before being crucified. Then, there must have been no stigmata. Why are there stigmata on Shamash Jesus' hand and foot? It's a small, really small stigmata, but beyond this small stigmata, a huge mystery was hidden. That is a huge mystery that turns the history of the Christian churches upside down. Today, I, Hiroshi Hayashi, will try to solve the mystery. これはミケランジェロ・ブアヌルティが彫刻したと言われているピエタ像です。で、そのピエタ像について皆さんはこんなことを考えたことがありますか？なぜミケランジェロが彫刻したピエタ像の中の女性は喪服を着ているかと。すると皆さんは息子イエスの死を悼んでいるマザー・メアリーだから当然のことであると答えるかもしれません。息子イエスの死を悼んでマザー・メアリーは喪服を着ているのだと。ならばもう一度お聞きします。これは同じくミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像です。一般には手前にいるのがベイビージーザス、つまり赤子のイエスと言われています。がなぜこの聖母子像の中のマザーメアリーは同じ喪服を着ているのでしょうか？しかもペーター像の中のマザーメアリーと聖母子像の中のマザーメアリーは顔が同じです。全く同じです。共に若くて綺麗です。イエスは33歳頃処刑されたと言われていますから、その時マザーメアリーは50歳近くになっていたはずです。がどう見ても50歳前後の女性には見えません。
若くて綺麗です。で、私林浩司はこう結論を出しました。ピエタ像の中の女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリア、そしてその胸に抱かれているのは十字架にかけられる前に殺害されたシャマーシュイエス。また聖母子像の中の女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリア、そしてその前に立っているのはシャマーシュイエスとベタニアのマリアの間で生まれた息子のユダであるとです。が、一つ謎が残ります。ペーター像の中のシャマーシュイエスの手と足には聖痕が表現されています。なぜでしょうか。シャマーシュイエスは十字架にかけられる前に殺害されています。となると聖痕はないということになります。どうしてシャマーシュイエスの手と足には聖痕があるのでしょうか。小さな小さな、本当に小さな聖痕ですが、しかしこの小さな聖痕の向こうには巨大な謎が隠されていました。それこそキリスト教会史がひっくり返ってしまうほど巨大な謎です。今日はその謎解きに私林浩司は挑戦してみます。浩司林、浜松市ジャパン。Wikipedia English writes about the crucifixion of Jesus as follows. According to the canonical Gospels, Jesus was arrested and tried by the Sanhedrin and then sentenced by Pontius Pilate to be scourged and finally crucified by the Romans. Jesus was stripped of his clothing and offered vinegar to drink after saying, I am thirsty. They then divided his garments among themselves and cast lots for his seamless robe, according to the Gospel of John. Also, according to the Gospel of John, after Jesus' death, one soldier pierced his side with a spear to be certain that he had died, and then blood and water gushed from the wound. The Bible describes seven statements that Jesus made while he was on the cross, as well as several supernatural events that occurred. イエスは一般には十字架にかけられ処刑されたと言われています。両手両足を釘で打ちつけられ、頭には茨の冠をかぶせられたと言われています。ヨハネの福音書によれば、イエスの死後一人のローマ兵が槍でイエスの横腹を刺し、イエスが本当に死んだかどうかを確かめたということです。イエスは十字架の上でいくつかの超自然現象とともに7つの言葉を語ったと言われています。広志林、浜松市ジャパン。以上のようにしてイエスは十字架にかけられ処刑されたと言われています。で、その後の様子を表したのが、ピエタ像ということになるわけですね。で、このピエタ像のイエスには小さな傷、つまり聖痕があります。他にミケランジェロは3体のピエタ像を彫刻していますが、その3体には傷、つまり聖痕がありません。で、聖痕にしてもですね、一番左のピエタ像のイエスの聖痕は小さすぎるということですね。で、拡大してみるとですね、鋭利な刃物で彫られたかのように、三角形に彫られ、釘で十字架に打ち付けられたにしてはですね、あまりにも小さいという点に注意してください。
ってもう一度確認していただきたいんですけども、一番左の像には成功って言いますか、傷があります、まあ、他の像には傷がありません。足の部分を比較してみました。これはどういうことかということなんですけども、要するにここに表現されている、まあ、イエスは処刑されたイエスではないのではないかということになります。もっとはっきり言えば、ここに表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前にすでに死んでいたということになります。その様子を表したのが中央の瀕死の奴隷と言われている像です。そして右の埋葬ということになります。この3人には胸に奇妙な帯を巻いています。私はこの帯をセメクの帯と考えています。つまりこのセメグを使って胸を締め付けられ、イエスはその前の段階で殺されていたということになります。詳しくは別の動画で説明していますから、どうかそちらをご覧になってください。で、これら3人にはやはり聖痕がありません。つまり傷がないということです。で、これもまたイエスは処刑前にすでに殺されていたという証拠の一つということになります。ここが重要ですから、皆さん確認してください。つまりピエタ像に表現されているイエス、そして瀕死の奴隷のイエス、そして埋葬の中に表現されているイエスは、つまりは別人であったということになります。がミケランジェロ・ブラノティが彫刻したと言われているピエタ像にはですね、聖痕がある、しかも小さな聖痕であるということなんですね。で、私はこの聖痕は後から誰かが辻褄合わせのために彫刻した聖痕ではないかと考えています。聖痕にしてはあまりにも小さすぎるということです。が、なぜ誰かがそんなことをしたかということですけども、その答えは続く動画の中にあります。
Jesus, sculpted as a statue of Pietà, was not Jesus who was crucified and executed. The definitive proof came from Himawari-san, who lives in Rome, Italy. It's just definitive proof. The stigmata on the statue of Pietà is its proof of this. They are too small for stigmata. In addition, the stigmata is extremely childish. But that wasn't the only reason. Please review the foot of Jesus in the statue of Pietà again. I got a picture of the foot taken from the back. Please watch carefully that there is no stigmata that should be on the back of the foot. In other words, the stigmata of Jesus expressed in the statue of Pietà was stigmata that someone later made or created to destroy the evidence. Or these wounds are those that were later deliberately created by someone to destroy evidence. Jesus depicted in the statue of Pietà is Shamash Jesus, who was murdered by people called Virgin Mary and two other people before being crucified and executed. Jesus, who was crucified and executed, is, that is to say, that a replacement of Jesus. The photos sent by Himawari-san provided conclusive evidence to further support my theory that the executed Jesus was a replacement. ピエタ像として彫刻されているイエスは十字架にかけられ処刑されたイエスではありませんでした。その決定的な証拠がイタリア・ローマ在住のひまわりさんから送られてきました。まさに決定的な証拠です。ピエタ像に表現されている聖痕がその証拠です。だいたい聖痕にしては小さすぎます。加えて彫刻が極めて稚拙です。がそれだけではありませんでした。ピエタ像のイエスの足をもう一度正確に見直してみてください。足を裏側から撮影した写真が今回手に入りました。が、その足の裏側にはあるべきはずの聖痕がないのです。繰り返します。その足の裏側にはあるべきはずの聖痕がないのです。つまり、ピエタ像の中に表現されているイエスの聖痕は後から誰かが証拠隠滅のためにつけた聖痕だったのです。ピエタ像の中に表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前に聖母マリアと呼ばれる人たちによって殺害されたシャマーシュイエスです。十字架にかけられ処刑されたイエスは言い換えると替え玉イエスということになります。ひまわりさんから送られてきた写真が処刑されたイエスは替え玉であったという私林博氏の説をさらに裏付ける徹底的な証拠となりました。もう一度左上のイエスの足の裏を見てください。あるべきはずの聖痕が表現されていません。ローマ在住のひまわりさん、どうもありがとうございました。あなたから送っていただきました写真が、つまりは決定的な証拠写真ということになりました。
The theater, as you see here, is a statue sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is now in the first temple on the right of St. Peter's Basilica in the Vatican City. It was sculpted and finished in 1498 to 1500 when Michelangelo was 23 years old. And then, next, Michelangelo sculpted and finished another one in 1501 to 1504 when he was 26 years old, a sculpture now named the Madonna of Bruges, or the Virgin and Child, which is also a marble sculpture. Lots of explanations and interpretations have been made about these two sculptures, but I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different interpretation about these statues. The lady sculpted in the Pietà is not Mother Mary, but Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus, who was murdered by Inanna Maria, John the Baptist, and Judah the traitor. Shamash Jesus was already dead before he was crucified. Then, next, the lady sculpted in the Virgin and Child is also Maria of Bethany, and the boy who is standing upright in front of Maria Bethany is Judah, the son of Shamash Jesus. Then you may ask me why the boy's name is Judah after Judah the traitor. There may be a story of the deepest love in the name of the boy. Yes, it may be a long story for us humans, but I, Hiroshi Hayashi, would prove each fact with evidence one by one. It is said that Michelangelo Buonarroti's panel painting of this was drawn around 1500 years, and that is a painting titled The Entombment. But I don't really know if it's really a panel painting painted by Michelangelo. This is because the panel paintings only show the facts I, Hiroshi Hayashi, had discovered after 2012. But that's not the point for today. In the picture, they're painted from the lower left, an angel, John the Baptist, in the upper center, Judah the traitor, in the upper right, Maria of Bethany, a sister of Martha. Maria of Bethany is a wife of Shamash Jesus, and to the left of her, Inanna Maria, and in the lower right of it, Fumbada, Shamash Pet Master. Of course, the half-dead person who closes his eyes in the center is Shamash Jesus. Shamash Jesus was already killed or murdered by these three people, John the Baptist, Judah the traitor, and Inanna Maria, before he was crucified on the cross. The picture entitled The Entombment is a painting that expresses these facts, but in this video, we pay attention to the two women standing in the right. On the left is Inanna Maria, known as Madonna, and on the right is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. Please pay attention to the eyes and facial expressions of the two. Inanna Maria's eyes are so sharp, and nictitating membrane is depicted in her eyes. And then it seems that Maria of Bethany has traces of torture.
and has a large bump-like scar on her face. The wife of Jesus, Mary of Bethany, may also have been tortured together with Shamash Jesus. Also, please notice her sad face and her faces away from Shamash Jesus, because she is his wife.極めて鋭いと言いますか、冷徹な目をしています。
白人の女性の場合ですね、このような目を持っている女性は大変少ないと思います。下がですね、まあ、鋭い目として紹介されている写真です。で、上がイナンナ・マリアの目ということになります。そしてこの目の中にはですね、右の方に瞬膜が表現されています。今赤枠で囲ってみました。私林博士はこれを瞬膜と判断しました。で、その右に立っている女性がイエスの妻、つまりベタニアのマリアということになります。イエスの世話係をしていた、まあ、ベタニアのマーサの妹ということになります。それについての動画は別のところで紹介しましたので、またそちらをご覧になってください。そのベタニアのマリア、つまりイエスの妻はですね、大変悲しげな表情をしてイエスから目をそらしています。まあ、まともにイエスの姿を見ることができなかったものと私は判断しています。そしてそのベタニアのマリア、つまりイエスのマリアの顔にはですね、どうやら虐待を受けた、まあ、痕跡が残っているのではないかということです。はっきりはしませんけれども、特に向かって右側の左目の周辺を見てください。普通ではありませんということですね。続く動画の中でさらに詳しくそれについて考えてみたいと思います。
イエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのは、イエスの教えに耳を傾けることということになります。The Lost Tomb of Jesus is a documentary co-produced and first broadcast on the Discovery Channel and Vision TV in Canada on March the 4th, 2007, covering the discovery of the Calipoot Tomb. イエスの失われた墓は当初カナダのディスカバリーチャンネルおよびビジョン TV により共同制作され放送されたドキュメンタリー番組である。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。 It was directed by Canadian documentary and filmmaker Shimka Yakubovich and produced by Felix Golubev and Rick Esther Binstock, while James Cameron served as executive producer. The film was released in conjunction with a book about the same subject, The Jesus Family Tomb, issued in late February 2007 and co-authored by Yakubovich and Charles R. Pellegrino. The documentary and the book's claims, however, have been rejected by many leading experts within the archaeological and theological fields, as well as among linguistic and biblical scholars. Six of the nine remaining ossuaries bear inscriptions. The Lost Tomb of Jesus posits that three of those carry the names of figures from the New Testament. The meanings of the epigraphs are disputed. The makers of the documentary claim that four leading epigraphs have been corroborated their interpretation of the inscriptions. As translated in the Lost Tomb of Jesus and the Jesus Family Tomb, they read as follows. Yahshua bar Yosef, or Aramaic for Jesus, son of Joseph. Maria, written in Aramaic script, but a Latin form of the Hebrew name Miriam or Mary. Yose, a diminutive of Joseph, mentioned as the name of one of Jesus' brothers in the New Testament, Mark chapter 6:3. Yehuda bar Yehua, possibly Aramaic for Judah, son of Jesus. Mariamene e Mara, according to the filmmakers, this is Greek for Mary, known as Master. Matthew, Hebrew for Matthew, not claimed to be Matthew the evangelist, but possibly a husband of one of the women in an unmarked ossuary. And the filmmakers claim that there's evidence that Mary, mother of Jesus, had many relatives named Matthew.
このドキュメンタリーの重要なポイントはですね、イエスは結婚していて妻がいたということです。そして妻の名前はマリアであったということですね。そしてそのマリアはイエスの死後ということになりますけども、子供を設けた男の子であった。そしてその名前はユダであったという点です。が、この説は例によって例のごとく完全に今は否定されている状態にあるということになります。ところがですね、私が調べてきた事実はですね、まさに今このドキュメンタリーで述べている事実を証明するといいますか、一致するということになります。これはただ単なる偶然の一致かというとですね、私が調べてきた範囲でもですね、今までの結果としてイエスは結婚していた。そしてその妻の名前はマリア。ただしマグダラのマリアでもなければですね、聖母マリアでもない、もう一人のマリアということになるわけです。つまりベタニアのマリアということになりますが、そのベタニアのマリアと結婚して子供を設けた。そして子供の名前をユダというということなんですね。こうした私が調べ上げてきた事実と先のドキュメンタリーの内容が一致している点に注意してください。で、それを表しているのがミケランジェロのテータ像ということになります。左がテータ像です。抱いているのはベタニアのマリア、そして横に倒れているのがシャマーシイエスということになります。そして右を見てください。聖母子像です。全く同じ顔の女性が表現されています。ベタニアのマリアです。そしてそのベタニアのマリアの右下にはですね、子供が表現されています。この子供こそがイエスの子供のユダということになります。続く動画長いですけども、それをしっかりと証明してみたいと思います。どうかご覧になってください。 Bye for now。Forgive people by forgetting them。 私はね、そういう人たちを忘れることによってそういう人たちを許していますよ。広林、浜松シティ、ジャパン。Forgive and forget, notRevenge and regret。 許して忘れるんですよ。決して復讐したり悔やんではいけませんよ。 Forgive and forget, but never forget to forgive. You may find a happier heartis a key to a happier life。 許して忘れなさいよ。でもね、相手を許すことを決して忘れてはいけませんよ。あなたはね、幸福な心が、つまりは幸福な人生への鍵だということをね、知ることになるかもしれないよ。Forgive, you will have happiness. Forget, you will have satisfaction.
forgive and forget, you will have everlasting peace within and without. 許しなさいよ。そうすればね、あなたは幸福になれますよ。忘れなさいよ。そうすればね、あなたは満足感を覚えますよ。許して忘れなさいよ。そうすればね、あなたは永遠に続く心の安らぎをあなたの中にも、そして外にも持つことになるでしょう。Remember, when you forgive, you heal, and when you let it go, you grow. 覚えておくといいよ。あなたが人を許したときにね、あなたは心が癒されるよ。そしてね、あなたがそれを解き放ったときにね、あなたも成長するんだよ。My plan is to forgive and forget. Forgive myself for being stupid. 私の生活信条はね、許して忘れることなんだよ。自分が愚かでバカなことをね、つまりそれを自分で自分を許すことなんだよ。I forgive people by forgetting them. 私はね、みんなのことを忘れることによって、そしてね、みんなを許しているんだよ。Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say,Sorry, and an even stronger person to forgive. 許すということはね、愛の最高の形なんだよ。それによってね、つまりごめんねということによって人は強くなれるよ。そして相手を許すことによってさらに強い人になることができるよ。Forgive and forget. It may not change the past, but it gives the future a chance. 許して忘れなさいよ。そうすればね、あなたは自分の過去を変えることはできないけれども、でもね、未来にあなたはそのチャンスをつかむことになるんだよ。Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. 他の人を許してあげなさいよ。でもね、それはその人たちに許してもらう価値があるからではないんだよ。それはね、あなた自身が心の安穏を手に入れる価値があるからなんだよ。Forgive and forget. Learn the lesson and move forward. 許して忘れなさいよ。そしてそれを学び、あなたは前に進むんですよ。I forgive a lot, but I never forget what's said and done. 私はたくさんのことを許すよ。でもね、私は決して自分が言ったこと、あるいはしたことは忘れないよ。Never forget the three powerful resources you always have
available to you, love, prayer, and forgiveness. 生きることの力強い三つの源泉があることを忘れちゃいけないよ。それはいつもあなたの近くにあるもんなんだよ。つまりね、愛と祈りと、そして人を許すこと、それを忘れちゃいけないよ。Forgiveness quotes to help you let go out of the past. 人を許すことによってね、あなたは過去の苦しみから自分を解放することができるようになるんだよ。Forgive, forget, and move on. You release yourself from miseries when you forgive others. You are one level higher than those who keep grudges and unable to let go. 許して忘れなさいよ。そして前に進むんですよ。あなたがその人たちを許した時にね、あなたは自分の惨めさから解放されることになるんですよ。そしてあなたはね、怨念を心に持ち、そしてそれを解き放つことができなかった自分よりもね、一つ上のクラスの人間になることができるんだよ。生活を送っていた時のことです。人とのトラブルで私が何かを悩んでいると、オーストラリアの友人はいつも私にこう言いました。ヒロシ、許して忘れろ、 OK と。英語では Forgive and Forget と言います。聖書の中の言葉らしいのですが、それはともかく、私は長い間この言葉の持つ意味を心のどこかで考え続けていたように思います。 Forgive つまり許すは与えるためとも訳せます。同じように Forget 忘れる得るためとも訳せます。では何を与えるために許し、何を得るために忘れるのかと。ある日のことです。自分の息子のことで思い悩んでいた時のこと、ふとこの言葉が私の頭の中を横切りました。許して忘れろと。どうしようもないではないか。どう転んだところで、お前の子供はお前の子供ではないか。誰の責任でもない。お前自身の責任ではないかと。途端、私はその何が何であるかが分かりました。あなたの周りには、あなたに許してもらいたい人がたくさんいます。あなたが許してやれば喜ぶ人たちのことを言います。一方、
あなたには許してもらいたい人がたくさんいます。その人に許してもらえれば、あなたの心はどれほど軽くなることでしょう。つまり人間関係というのは、総じてみれば許す人と許される人の関係で成り立っています。そこでもし互いが互いを許し、そしてそれぞれの嫌なことを忘れることができたら、この世の中はなんと素晴らしい世の中になることでしょうか。と言っても私のような凡人にはそこまではできません。できませんが、自分の子供に対してならできます。私はいつしか出来の悪い息子たちのことで何か思い悩むたびに、この言葉を心の中で念ずるようになりました。許して忘れると、つまりその何についてですが、私はこう解釈しました。人に愛を与えるために許し、人から愛を得るために忘れると。子供について言えば、子供に愛を与えるために許し、子供から愛を得るために忘れると。これは私の勝手な解釈によるものですが、しかし子供を愛するということはそういうことではないでしょうか。そしてその度量、言い換えると、どこまで子供を許し、そしてどこまで子供を忘れることができるかによって、親の愛の深さが決まると。もちろん許して忘れると言っても、子供を甘やかせということではありません。子供に好き勝手なことをさせろということでもありません。ここで言う許して忘れるは、いかにあなたの子供が出来が悪く、またあなたの子供に問題があるとしても、それをあなた自身のこととして受け入れてしまうということです。たとえ我が子でも許せないとか、まだなんとかなるはずだと、あなたが考えている間は、あなたに安穏たる日々はやってきません。一方、あなたの子供もまた心を開きません。しかし、あなたが子供を許し、そして忘れてしまえば、あなたの子供も救われますが、あなた自身も救われます。なんだか込み入った話をしてしまいましたが、子育てをしていて袋小路に入ってしまったら、どうかこの言葉を思い出してみてください。許して忘れる、 Forgive and forget と。それだけであなたはその先に出口の光を見出すはずです。